トーマス・ジェームズ・ウォートルスは、イギリスの土木技術者である。明治初期に活躍した、親とい外国人で、泉ヌの館や銀座レンガ街の建設で知られる。聖は、オートルス、ボータースとも、旧造兵領中蔵所正面玄関、アイルランド・オファリー・ケンバーの生まれ。香港の英国造兵局の建設に関わり、1864年頃、香港から鹿児島に渡り、 おじの知り合いだったグラバーの紹介で、薩摩国の鹿児島盆石所などの工事に携わり、長崎に行き、グラバーの下で働く。1868年下平氏に雇用され、大阪の造兵領応接所を建設する。大隈重信らの信任を得て上京し、1870年から大蔵省に雇用される。竹橋陣営や銀座大賀後の銀座レンガ街の建設が有名。 レンガ工場も自ら気づき日本人を指導した。工部省に移るが明治8年に解雇され上海に赴いた後ニュージーランドで鉱山技術者として働く。鉱山技術者の弟と共にアメリカ合衆国コロラドに渡る。そこでコロラド銀山を発見して成功を収める。19世紀のイギリス及びアイルランド土木技術者は 世界各地に出て行き、植民地建設や商業資本による開発事業などにその手腕を振るったが、ウォートロスもその典型。明治政府の大蔵省雇用になると、サーベイヤーゼネラルという職名を用いた。デザインは古典主義建築をベースにするが、流行遅れな上、正当な様式から見ると、実は相当怪しげなものだという。いかにも、 明治維新の変動期にふさわしい人物であった。山根岩を、我が国における、明治期の近代的木造吊り橋の展開基礎川、及び天竜川水系における吊り橋の変遷、土木史研究講演習25巻土木学会、287から296ページ、2005年、ネイド400億710万3622、東京大学生産技術研究所、 藤森研究室の丸山元子による訪問調査報告。ありがとうございます。